この戦果たして勝てるものかのう。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。良心とはいえ一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おお、鬼は行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば大手門が抜かれるなど考えられぬわ。おう、伊之助か。せがれよ、若様を見なかったかの。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、守り鈴、ほら、偏屈な仏様。誰ぞ、そこにおるのか。おう。その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助。平田家の郎党だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか。礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上ごとのように仏様に供えろと。先ほどのご母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴を上ごとのように。も平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。おや、見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ、へえ、なるほど、覚えてねえと。うん、なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです？悪い話じゃねえでしょ。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が平田屋敷に、覚えておこう。お主と、はい、お主と九郎様の幻を見た。幻？ああ、九郎様は今はどこにいる？芦名の城。その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。死罪はまだ分かりませんが、あなたの影。分かった。ひょうたんの種とこれか。はい、それをこちらに。種をひょうたんに植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。何やらチリンと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。うん、あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。なんだお前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。手に入れた。忍具か。ああ。忍び義手は騎馬じゃというたが、忍具を仕込むことでその牙は形を変えることができるようになる。敵盾ならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。ずいぶんと詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが忍具を仕込んでやろう。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。チリンチリンと鈴が鳴いてるな。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろとそう言っていた。その鈴、見覚えはあるか。いや、覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがあるようじゃ。なんだと？鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様は、わしの彫った仏とはわけが違う。まことの仏師が彫られたものだからな。牙の形を増やしたきゃ、せいぜい人具を探すこったな。乗りかかった船じゃ。仕込むことだけはしてやろう。そこもとか。それがしを使い、しからば参る。参る。まだまだ。力ばん力ばまい。では承知。こたびも良き立ち合いだった。切られて意味があるというのは存外に心地よいものだな。じゃがそこもと少しは加減してくれ。毎度いとうてかなわぬわ。かたじけない。あ、なんじゃと。痛みをこらえ切られてくれたこと、まことにかたじけなく思う。礼などよい。さっきはああいうだが痛みなら慣れておるさ。そうか。なんだ。それが死の死なずも底本の役に立ったのならば意味があったのやもしれぬ。また来るがい、底本の技。